揉み込んで、この大根にね味を入れたい。全体的に柴犬色に揚がりましたら、どうもリュウジのお兄さん、リュウジです。ということでですね、リュウジです。で今回ですね、裏レシピ SNS で紹介してないんだけど、なんと書籍だけでは紹介しているっていうですね、これ裏バズレシピっていうんですけども、今回ですね、このバズレッジ太らないおかず編、これね、レシピ本大賞入選させていただいた、栄えあるね、賞をいただいた、10万も超えてるぞ、これも。僕がアルミホーストリーしてるじゃないですか、どちらかというと。で、こういうのを食べてるから体調管理ができるんだよって本なんですけども、この中にフライド大根、はい、これね、フライドポテトの代わりに大根であげるっていうんですか、これうまいんですよ、皆さん。今日はこれをやります、はい。で、すっごく使い方も簡単なんで、今日はフライド大根で一杯やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、まずですね、大根なんですが、大根をやる前にウォーミングアップをしていきたいかなと。ウォーミングアップ、ヘイヘイジョニー全プッシュしちゃいました。で、炭酸を注いでって、じゃあ皆さん、乾杯。これだよね。はい、ということで、いいですか、もう。なるほど、はい、茶番いいですか。はい、じゃあですね、まあ、大根なんですけども、まあ、これもうね、1本買ってきたやつがあるんだけども、これね、で、大根ってね、落としちゃいましたけど、スーパーに売られてる大根ね、青いとこと白いとこあるじゃないですか。これ違い、皆さん分かります。意外と知らない方多いんです。この青いとこの方が甘みがある、この白いとこの辛みが強いんですね。はい、なのでですね、今回は、まあ、もうこれ好みにもよるんですが、火を通しちゃえば結構どっちも同じだっていう意見も多いんですけども、今回はね、これ青いところやっていきたいと思います。だから辛み重視で、大根おろしをする、そういう方は先っぽ使った方がいい。甘い大根おろしとか、そのままサラダとかに食べるっていう方は、辛みの少ないこっちの青いところを使っていただいた方がいいかなっていうふうに思います。これね、豆知識です。はい、まあ、知ってる方はね、全然知ってると思うんですけども、で、今回はこの青いところをちょっと使っていきたいなっていうふうに思います。はい、白いところでも全然、先っぽの部分でも美味しいです。火を通しちゃうから、このぐらい。そしたらですね、僕の場合はこの大根なんですけども、こうやって切って、もうね、こうやって切ります。これでフライドポテト状に切ります。はい、わかります。ほら、フライドポテトだよね、もう。どう考えても。で、これを、すべてにやっていきます。でね、皮むくむかない問題があるんですけども、今回はね、まあ、できたらむいた方がいいかな。むいた方が衣がね、つきやすいんですよ、実は。なんだけど、もう今日はめんどくさいからしない。で、こうやって重ねて切るといっぺんに切れるんで、おすすめです。はい、こんな感じですかね。これ 200g ですね。で、ここに、はい、ボウルにですね、大根ちゃんを入れます。これからフライドしていきますからね。大根ちゃんを入れてフライドしていきます。で、ここにね、でもね、下味をつけるんですよ。結構ね、じゃがいもと違ってタンパパパになるんですよ。タンポポ、タンパク。じゃがいもと違ってタンパクなんです。これ揚げてもね、大根の味なんで、ここに旨味をつけていく。こうすることによって非常に美味しい、フライド大根になります。これ小さじ2ぐらい、はい、結構ね、強くつけます。で、これはね、あえちゃうね、全体にまぶされでね、ちょっとね、置いておく。でもね、これね、コンソメ入れることによってね、大根から水分が出てくるんですよ。で、水分が抜けて代わりにコンソメの味が入ってくるんですね。なのでですね、ちょっとね、揉み込んだ方がいい。だから数十分とか置く必要はないんですけども、ちょっとね、揉み込んで、この大根にね、味を入れたい。そして細く切ってあるんで、味がね、染みやすいんです、これね。で、どうですか、揉んでいると、ほらね、粒がほとんど消えましたね、これね。こうしたら、勝ち時じゃ。じゃあですね、まあ、油引いてください、こうやって。でね、そこから1センチぐらい、そして火にかけます。で、中火で、今回は、片栗粉のみで揚げていきます。で、まあ、パチパチっていきましたら、大根を絡ませるわけですよ、こうやって。でね、厚めに、ちょっとね、厚めにつけてあげる。で、まぶしたらすぐ揚げる。これ鉄則です。大根の水分が出ちゃうからね。大根の水分が出ちゃうとカリッと仕上がらなくなっちゃうんで、まぶしたらすぐ揚げる。これ鉄則でございます。で、揚げていく。ほら、見て、これポテトやん。はい、でですね、こんな感じで全体的に柴犬色に揚がりましたら、ほら、カリッと揚がるんですよ、大根も。で、これで油切ってる間に
もう1セットで全体的にまぶして、だから 100g でちっちゃいフライパン1回できますからね、これね。はい、そしたら2回目の方もカリッと揚がっていきましたので取り出していきます。はい、じゃあ盛り付けいきたいと思います。じゃあ盛り付けていきます。あ、もうこんな感じ。こーん、まあ、あとは好みで塩とかブラックペッパーとかかけていただければ大丈夫なんですけども、まあとりあえずこちらでフライド大根完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。絶対合うでしょね、絶対あるじゃん。じゃあいただきます。じゃあ揚げたて、これ皆さん揚げたて召し上がってくださいね。揚げたてが一番うまいですからね。いただきます。これはうまいわ。サクサクで味もすごいいい感じについてる。ワンチャンポテトよりうまいかもしれない。これめっちゃうまい。これ久々に作ったけどこれほんとうまい。これね、ちょっと味変カンフジネーションしていいですか。コンソメペッパー味、うろ、これフライド大根屋をやろう。これそれぐらいうまい。でも俺なんでこれ未公開にしてたの。これ余った大根全部これにしてほしい。青いとこを使ったってのもあるかもしれないですね、もしかするとね。まあでも白いとこでも絶対美味しいんですけど、美味しい。これ皮も剥いてないけど全然皮気にならないですね。あ、いちゃうから。こんなに簡単でこんなにうまくていいんですかね。どうです皆さん、どう思います。このね、冬の大根の美味しい時期にぜひやっていただければなって思いましたんで、よろしくお願いします。アルチポケモンじゃないですよ皆さん。これはね、アルコールに夢中っていう意味です。